ショートコースやってまいりました。おはようございます。おはようございます。今日は、ドリフトキングダム土屋圭司さんがやられてるドリフトの大会にいよいよ出場するということでやってまいりましたが、来て驚きました。僕が乗る車かっこよすぎないですか？クソかっこいいよね。この初心者の俺にこの車はいいのかなっていうぐらいの体勢で、メカニックさんも右側が車が準備になってる三好さん でその横もともとプロジェクトミューにいた清水さん、チミチョロこの2人の協力でこの ER34 が走ることができます。このあと速攻が始まりますが、ちょっと心配です。こんだけいい体勢でやらせてもらって手ぶれ走りできないんで。そして今動画撮ってる凛太郎がライバルなんですよね。あのね、1個だけ言いたい。これがプロドライバーの体勢です。テントもついて、プロにそんな、なんか自信持って言えないドライバーはオールセルフ、絶対負けねえ。じゃあということで、ということで、凛太郎選手と、はい、チャレンジビギナークラスっていうやつに今回参戦するんですけど、はい、14台かな、参戦があって、はい、井口拓人ゼッケン1番、はい、久保凛太郎ゼッケン3番、はい、この2台がどれだけ上位争いをするのか、ぜひ楽しみにしてください。はい、今回の我々のライバルを、はい、せっかくなんで、はい、撮っていきましょうか。はい、はい、こっちです。こっちですか。マックス、シルビア、シルビア、まさかの2に、ミニでドリフトするんですか。わかりません。バラエティに飛んだメンバーで戦うわけですね。これもうすでにコース上ではスポーツ走行が始まってます。もう戦いは始まってます。頑張るべ、やるべ、やるべ、やるべ。MG スカイラインということで、今回ですね、 MGS タイルがこの34スカイラインを制作して、そしてチーム監督にはタツミさん、違います。タツミ監督じゃないです。元プロフィーの清水さんがいますからね。はい、さあ、やっぱさ、 BRZ に出てこないとね。そうですね、はい、そうですね、青い BRZ に出てこないと。そしたらさ、スバルファンもいっぱい来るじゃん。はいはいはい、確かに。そうしましょう。スタート、はい、スタート。さあ、それではまずはじめ井口拓人、注目のまずは1本目、はい、Q1 だね、Q1 Q1 Q1 井口拓人、Q1 Q1 ですね。おー、ドリフトしてきましたね。それはそうだ、それはそうだ。ライトから入って、いいじゃん、ライン。これ129キロいいよ。2コーナーのクリップはちょっと変わりましたけどね。129キロいいよ、これ。これ決まったんじゃない、これどうなの。これ決まったんじゃない、これ。
じゃないですかこれ。はい、先ほどは129キロ。さあ、井口拓と Q2。 今現状ここにいったよりいいですからね。いいですからね、いいね。さあ、Q2、井口拓と。さあ、3人しか残れないノックダウン方式ですからね、これ。さあ、井口130キロ。おー、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 2コーナー。おー、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 さあ、3クリップだけか。あー、惜しい。ちょうどいいよ。98.130kg 乗ったから98.8やるか。キングダム富士ショートコース、我々2人でチャレンジビギナークラスだっけ、はい、に参戦しました、はい、新しいゼッケン1番スカイラインで、凛太郎マイカードゼッケン3番180で走りました。2本走ったんだよね。まあ、はい、はい、まあ私のこの笑顔見てもらえればまあまあわかるかもしれないですけど、まあ、はい、はい、2本ともあの結構いい感じで走れまして、よかったですね。あ、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。え、凛太郎選手は？今は今練習なんです。今日練習で、はい、あのこのような結果になりましたので、またいつかですね、どこかの某サーキットで、多分日光がいい。日光でやりたい。日光でやる。日光でやりたい。じゃあ凛太郎リベンジ戦をですね、今度またやりましょうか。日光なら負けない。はい、ということなので次は日光でこの2人でまた戦いたいと思います。参りました。ありがとうございました。勝ちました。何なんかそわそわしてる。なんか表彰式あるらしいっす。なんか今から声じゃないなんかやばいんだけど。何ヘラヘラしてるの。腹立つ。すいません。もう呼ばれないですけど、もう始まってます。今あの3位かららしいんですよ。第2位はこれ仲間じゃないの。ゼッケン8番ミニクーパー S 山田純ということは、呼ばれないということは、お、勘違い野郎のパターンだな。勘違い野郎のパターン。勘違い野郎、恥ずかしい、一番恥ずかしいですよ、本当。先輩そういうの。ニヤニヤして、本当一番恥ずかしい。ゼッケン、1番、ファッション、MJ タクティースカイライン、井口拓人。やってんな。おめでとうございます。ジンティドライバー。いや最近表彰台から届いてたからね。1位ですよ、1位ね。1位、おめでとうございます。スバルのワークスドライバーね。34スカイライン、本当ですよ、スバルのワークスドライバーが34スカイラインでドリフトに出てる。え、まあ、後ほど大丈夫だ、大丈夫なんです。大丈夫、大丈夫、マイクもいらないみたいなんだ、出てたか。 OK、 はい、OK です。それでは見事優勝は井口拓人選手、第2位が山中純選手、第3位中村慎選手、皆さん大きな拍手お願いします。はい、ありがとうございました。ビデオは凛太郎でした。表彰式が終了いたしました。We'll be right back.